皆さんこんにちは。今回もソロカオスケテッペシベケベケ動画やっていこうかと思うんですけど、ソロカオスの期間が残り3日となっておりますね。で、ソロカオス全開放が、いつまでなんだろう。ダンジョン開催期間、10月2日までってことは、アスナバースで引いてからもできるのか。今日何日だ？今日は、9月28か。28。で、9月って何日まで？俺、毎月さ、なんか何日まであるってわかんない。あ、30日まであるのね。待って、これ、残り3日って書いてはなかった。実質3日なのか。28。29、30、31、32。あれ？って4日だ、4日じゃない。あ、でも、え？午前、あれか？ご、え、何？なんか今、アップデート、あ、違う、これ違う。なんでもないです。すいません。なんでもないです。まあいいや。とにかく多分3日だと思ってやった方がいいな。すぐ終わっちゃうんで。ね、アスナバースデーを引いたらですね、このね、アスナ2枚条件をね、なんとかできそうな気がするんですよ。で、このメゼス・ロゼリエ・フルベーストが、バースト時にね、アスナ2枚条件でね、ダメ100%上昇すると。なので、アスナ2枚入れたいんですけど、強いアスナのアビリティがないんですよ。で、強いフルバースタビリティもなくて、で、1枚これ、どうしようかなと思ってるんですけど、いや、そもそもフルバースタビリティいるの？っていう話になってくる。カオスラスナンの特徴ですけど、残土のブレイクタイマー、単形のブレイクタイマーってあるんですよ。これがね、ボスの HP 75%以上だと単形ブレイクタイマー。ボスの HP が75%以下くらいになると残土のブレイクタイマーになるそうなんで、ボスの HP 75%直前かちょっと後あたりにまあセットチェンジしようかなと思っています。ただなんかブレイクタイマー切り替わるとき行動不能上、あ、でも行動不能時間多分変わんないのかな。なんか長いときあった気がするけど。で、激毒スタンなんで、裏セットにちょっと耐性を入れていこうかなと、もう思います。あとは、通常のラストナンバーと攻撃パターンはそんな変わんないのかなと、なんとなく、思いますけど、まあ、とりあえず、イメージトレーニングしていきましょう。入る前にまず、バフスキルをかけます。かけた後、ブレイク来たらどっちから打てばいいな。こっちから打てば、まあ、どっちからでもいいのか。どっちからでもいいけど、こっちから行った方が土鬼バフ入っていいのかな。うん。ブレイク来たらこれで、コネクトで追いかけると。で、オート追従オフになってた。危ねえ。で、これどんどんブレイクして、で、それで、なんだ。バーストが溜まるんで、こっちでバースト溜まったらマザロザフルバ打つ。マザロザフルバ打つ前にスイッチもし溜まってたらこれでスイッチ打って。あ、待てよ。これあれじゃん。スイッチ溜まるやつさ、入れた方がいいんじゃね？これ優位装備してない時13%。これ入れるか。それでスイッチ溜まるか。いや、でもなんか不慮の事故で、なんか不慮の事故来たら怖いんで、やっぱ有事用にするか。これね、ダープロテクト。ダグ属性モンスターからの被ダメージを軽減して、さらに防御力がパーセント上昇するんで。で、HP が、75%切ったらですね、カオスラスナン後半に切り替えます。で、こいつを打っていく。闇残残で、土2回打って、なんとかこれで、ブレイク、多分2回でできる。発砲あるんで。で、できなかったら、ちょっと退散してもう1回、やり直しになるかと
思います。じゃあ行ってみますか。これね、この前一回倒した、これマジで一回も倒してない。 見ればわかると思うんですけど、クリア報酬、あ、バフスキルかけてから入るの忘れた。まあいいや、まあ、今回倒せればいいんで、めちゃくちゃタイム、早いタイムね、狙うっていうわけでもないんで。でこれ確か入り口のちょっと前で待ってると来てくる。ほら、あ、違う違う、いやなんかちょっとタイミングミスったな。ちょ、違うな。あ、来た来た来た。よしよし、こうだこうだ。あれ、あ、違う、ブレイクタイマーじゃない今の。これブレイクタイマーじゃないのか。あれ違う、あ、違う、あれブレイクタイマーじゃない。あ、これがブレイクタイマーなのか。これが、あ、なんでなんで、あれ、え、あ、腕、あれ今押してんだけどな、できないのかな。 あんま遠いとできないのかな。これで、あ、ちょっとやめ、待って、え、ブレイク来ないんだけど、動かない、こいつ、ない、なんか突っ立ってんだけど、うぜえ、ムカつくな。ちょ、こっから行け。あ、これも違う、これもブレイクタイマーじゃないの。あー、ちゃうのね。あ、これがブレイクタイマーか。あ、なんで押してんのに、なんで、あ、やばいやばいやばい、全然ブレイクできねえ。ちょっと、あ、これさ、ちょ、つけんね、もっと入ってた方がいいんだ。あ、てか待って、裏す、ちょっと待って、出よう出よう出る、ちょっと待って、出る出る出る、いったん編成ミスってた、一旦出ます。で、何をミスってたかというと、これ後半に、カオスラスの後半ってあるじゃないですか。これ後半、これスイッチこれなんですよ。でこれでスイッチ打ってってやるのに、こっちその分さ、大吉にしなくていいんで、これかな、これにしよう。で直剣モッド中身変えます。これ何、一キリと一枚状況、まあ500だからあんま気にすることはないか。あ、これに双剣士の記憶友情か、 あったあった、さっき抜いたかな。よし、これで刻印入れた後にこれで一発入れよう。でってなるとサーニャがいらないかな、多分あんまりやらなくなってくる。あ、でも、ライマジ、あ、ライマジ2枚になっちゃうか。これか、こっちか、こっちか。いや、でも土、あ、土が減るか。これウィンドコンバージョンで土ダメ低下しちゃうんで、そうなるとこっちにしとくか。うん、これでいいや。で、探検セットに戻します。探検で、もう一回片手直剣の絞りに戻してから、バフスキルを打ちの、明国気候像ハイリーノ、よしよしよし、徹底的に勝負。これ近づかないとあんまり来ないんだっけ、ブレイクタイマー7割くらいがなんだっけな、関係、ああ死ぬ、あ、あー、やっちった。ああやばいやばい、あ、これだ。あ、違う。これは？これはブレイクタイマー出んの？あ、出ない。あ、なんで？あ、くっ。おっと。やばい。これでも食らえ。あっ。これでいいのかな。あ、これじゃね、あ、これタイマーじゃねえや。あ、ミスったミスった。これでこれ
こあれなんでこっち来んだあそうだもう一発食うとうわくうぜーあ間違ったあやばいグダグダすぎるあやばいやばいやばいよしよしブレイクブレイクブレイクあ遅い遅い遅すぎるちょっと待って編成ミスってるこれダメだ遅すぎるちょっとダメだわダメだ2発ぐらいでって考えるとダメだなあれモーション遅いなこれ再起間髪ってどれくらいの速さなんだろう探検覚醒再起間髪再起間髪これエッジだから速いんじゃないあこっちのがいいじゃんそしたら再起間髪どれあれどっか行っちゃった再起間髪があれ装備中あそっか今モーション見たから装備中だで、コネクトに再起間髪入れたいで2発目がブレイク値高いあれで3発目刻印はいいや刻印はまあいいや刻印はいいや3発目いらないんじゃねなしでやってみよう3発目無駄に打って攻撃チャンスの時間が短くなるのが惜しいんであどれだっけわかんなくなってきてるほらほらこうやって挑発ちょっと近づいてこうやって挑発しに行くとお来た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 あこれ違うかこれブレイクチャンスあ違うあれ早っちょっと待って早すぎるあちょ入ったよし入ったあこれじゃねこれじゃねあおお来た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 いけ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 おい入った入ったあちょあ間違って覚醒しちゃった覚醒しちゃいけないとこで覚醒しちゃったあしあこれであ、SP が足んねえ腕振り下ろしか腕振り下ろしがブレイクなのねこれはこれは多分ブレイクじゃないあなんでこれチャンスああれか両手のやつはあれかあれ遅い遅いえ待って何これあちょっと長いどれが長いやつだっけこれが短いんだよ多分だからこれ一発打つだけでほら終わるそれだけだなそれ以外はなんとかなこれがこれはお執行者入ったくそこれよし来たブレイクブレイクブレイクおいよし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 いけ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 おいこれダメじゃこれあれだフルバーストとか打ってる余裕ねあれなんで待ってくっ全然ダメこれフルバとか打ってる余裕ないやんあ、間に合ってない。ちょっと、これきつすぎる。ちょ、むずいって、これ。おっ。おい、来た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 。いいね。
よしよしよし、このやつは撃っていいはず。小春刻印入れてくれたけどあんま意味ないな。何してんのこの人、 HP 今いくつこいつ。どうしようどうしよう、逃げろ。これは攻撃しに行っていいはず。よし、あれ HP いくつかみんな忘れた。難しいってこれ、遅いね。あ近づいていく。よし、あ入れ、あもうちょっとで 75% 切るぞ。おおお来た、あよしいける。ザザザンの入れ入れ入れ、あれ遅い、あ危ね。よしはいはいはい、スイッチ、あーなんで乗らねえんだよマジで、やばいって。あやばい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 、待ってくスタン耐性入ってない、あスタン耐性だそうだ、毒対策しかしてない毒対策しかして、あこれはミスったな、ほら短いんだよこれ。あやばいやばいやばい、振り下ろし振り下ろし、これでいいはず。でこれで間に合う。よしで攻撃、よし、あセットチェンジセットチェンジセットチェンジ、直近直近、後半後半、これ、あなんか音楽変わったやばいやばいやばい、これ何これ、何の攻撃これ、何の攻撃これ、何の攻撃かわかんないちょっと待ってこれは何、これは何のやつこれ、えちょっと待って、これあこれか、いや違うこれは違う、あれ何これ、何何食らった、どこ、あ外側になんか設置型の攻撃あんのこれ、もしかして、あ死ぬ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 ちょっと待って待って、怖い怖い怖い急に何これ、急に何これ、多分これは違うよね。小春刻印撃たなくね、あこれだこれだ、あなんでし、あ嘘だろマジで、あそういうギミックね、あこれで振り下ろし来るときにこのブジュクシジュクシが来るのね。よし多分これは硬直が短い、どれ、あこれ、あ怖い怖い怖い、ここだ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 、いけ、あれ探検、あまだ探検なんだこれ、あー直剣だと勘違いした。ちょっとここらでセットチェンジ戻します、これで探検、ああやばい、あでもそれさっき死んだから別に、うわー覚醒消えるだけだから、蘇生結晶まださ使えるから、あ死んじゃうってこれ、もういいや死んでも、これで、あまあ探検のままでいいんだっけ俺まだ、あー殺せる、あーちょっと待ってこれうざすぎるこれ外側に追い出そうって魂胆やなこれは、ああ違う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 、はい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 これさ、あちょっと待ってちょっと待って、あ入れ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 、あ入ったー、よしほらよし来た、えこれいつまでこれは硬直が短いので、あの一発しか入んない、フルバースト入れたの間違、あっ痛い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 、死ぬ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 、待って橋に追いやるのやめて
スイッチ。おい。死ぬ死ぬ範囲、あれか、範囲狭まってかなりやりづらくなってる。これマジでマザーズロザリオフルバーストが意味をなしてないんだけど。あ、やばいやばいやばい。え、これさ倒せないじゃん。ちょ、一旦出ます、一旦出ます。あ、これ出口塞ぐのやめて。あ、出れた。